1番バッター稲村プレーボール。剛速球よくない。いや本当に100キロぐらいだったんで打ち殺しました。打ち殺だった。だいぶ遅い球。ちゃ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 。ということで今回の前向き対談のスペシャルゲストは稲村亜美様です。亜美ちゃん、亜美ちゃん嬉しいね。ちなみに稲村さん、どうしてこの番組に出てくれたんですか？やっぱりもう浅い企画の大先輩ですから、はい、お声をかけていただいたからには嬉しい。ありがたいな。俺はもうね、亜美ちゃんの申し子なんだから。俺なんか亜美ちゃんの申し子、初めて聞いた。亜美ちゃんにそう言う、俺と亜美ちゃんは同じこのね、やっぱりなんていうか、芸能人、いや浅井加工さんで野球という道を通してね、すごいんだからバッテリーなんだから。なるほど、ね、いや分かりました、はい、全部伝わりましたよ。野球ボールみたいなね。本当にいや、ありがたい。でもね、憧れの亜美ちゃん来てくれて本当嬉しいよ、うん、まずウドさん野球全く関係ないじゃないですか。じゃあ俺、富士島中学校野球部よ。バッテリー組んでたんですよね。いや気持ち的にバッテリーじゃないですか。天野くんもそうだけど。そう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 、今回は大好きな稲村亜美ちゃんと皆様お願い、スタートです。いやーキャイン、稲村様お願い。心つながるポジティブテレビ、天野くん、ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは稲村亜美様とウド様による前向き対談をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。亜美ちゃん、さあ、本日のゲスト、はい、稲村亜美様ですが、1996年生まれの26歳、東京都出身、2014年に講談社主催のアイドルオーディションに選ばれまして、はい、2015年自動車会社のウェブ CM で豪快なバッティングが神スイングとして一躍有名人に、現在バラエティースポーツ番組 CM 出演などで幅広くご活躍中です。神スイング、ね、神スイング、はい、だって神スイングって言葉ってもしかしてやっぱ亜美ちゃんから生まれたんじゃない？いやでもそうだと思います、ね、でもそうかもしれないです ね。そこから結構ね、プロ野球界でも使われるようになった気がします。だから神、もしかしたら神ってる的なことは、はい、亜美ちゃんから始まったんじゃない？何神なんとかっていうのはさ、まあ、流行語大賞にもなりますしね、神ってるが、そう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 、はい、だから神スイング自体を生み出したのは、はい、でも亜美ちゃんが野球をやってったからですよね、はい、そうですね、小学校1年生の時から中学校3年生まで9年間野球をやってたので、全うしましたね、9年間、はい、俺小1から中3まで続けたこと一つもない。だって学校行ってただけっていう感じ、給食食べにっていう、勉強しに行ってくださいよ、うん、健康が一番ですから。ありがとうございます。優しい、優しいだろ、優しいのね、優しいっすよ、うん、だって野球が好きだしな、はい、僕もめちゃくちゃ、僕も中高6年間野球やらせてもらってましたので、はい、嘘だろ。嘘じゃないです。え、ボール役っていうか、そうなんですよ、監督に呼ばれてノックの時とか、おい植木、おいいてて、いやちょっとウドさん、いや亜美ちゃんはポジションは、ポジションはピッチャーとファーストですね。かっこいいわ、やってました。いやかっこいい、絵になるもん。だってピッチャーもすごいし、亜美ちゃんのやっぱ投球フォーム、あとファーストも、いや絵になるわ、すごいわ。横からのこう伸ばした時にこう手と足を分かる、こうのお前野球、お前サッカー好きなんだもんな。僕サッカーやってました、すいません。サッカーなんだ。ライバルのサッカー。ライバルのサッカー、はい、でもスポーツマンなんでね。小中高と。嘘だろ、ちゃんとしっかり。ちょっと信じられるなんて。2人ともスポーツ
生やってたようにはちょっと失礼ですけど見えませんね。まあね、まあまあ、見えないというか見せないようにしてます。はい、なんだその努力は。技で。笑うために？笑うために太ったの？はい。笑うためにこのホルモンを確立して。体張ってますね。プロ意識だ。プロ意識。でもアミちゃんのプロ意識見てよ。アミちゃんはこう洗練されたこのね、ボディスタイル。これはアミちゃん自然にこうですか？いやいや、でも本当運動しないとすぐ太って。てしまうので、またまた本当なんですよ。ああいう風に、ああいう風になります、なっちゃう、なります、なります。だお二人みたいになっちゃうんで、だちゃんと週 3,4 ぐらいは簡単になれると思わないでくださいよ。なんだその上からですよ、努力したんですよ。なんだその努力は。お前ただ飲んで食って寝てって、その勝手に反面教師にしてね。俺らだって100キロ超えるのがどれだけ大変だ。努力してやってんすから。知らないよそんなの。ただ遊んでた、美味しいもの食べて飲んでって感じじゃないか。しっかりプライド持ってやってたんですね。そうなんです。認めるね。優しいんですよ。包容力優しいだろ。優しい。でもアミちゃんは小1から野球ってことは、はいはい、それは野球するきっかけってのはどういうふうに。きっかけは兄が2人いまして、うん、でその野球を見学していくにつれて、なんか自然とボールを握ってキャッチボールしてましたね。あ、お兄さんたちがやってる姿を見てかっこいいなと、楽しそうだなっていうか、いやもうかっこいいとか楽しそうとかも思わずに、うん、なんかもうナチュラルに本当に自然にそこにボールがあるから、もう自然になんか何とも思ってなかったんですけど、うん、キャッチボールしてました。例えばソフトボールは女子が多かったりするんですけど、はい、野球の場合はその女子っていうのは多かったんですか？珍しくなかったですか？今でこそ結構多いんですよ、うん、野球やってる女の子って、けど私たちの時代はまあ多いチームではあったんですけど、うん、各学年に1人ぐらいですね。そんなに多いっていう感じはなかったです。じゃあもう野球をやってる時に女子だけのチームも編成されたりしたんですか？はい、ありました。その地域で女の子だけ集めて、うん、で各チーム2人ぐらいいたんで、うん、それでチーム作って、なんか女子だけの野球大会っていうのも出たりしてましたね。その女子だけの野球大会と、はい、あと男子にも混じってやることもあったんですか？はい、そうですね、小学校の時はもう少年野球チームだったんで、まあ、男の子と一緒 で小学校の時はちょっと野球上手かったんで、キャプテンでエースで3番打ってた。男の子に混じってってことですよね。で身長ももうそこ小6の時に169とかあったんで、だからもうそこら辺の男の子よりは野球は上手かったですね。すげー、はい、憧れた。俺だって同じ小学校帰ってたらもうわーっと稲村先輩稲村パイセンっていう感じ。低学年設定なんですね。稲村さんより下の方が、そう自分が下上じゃなくて、上じゃない。今だって本当は申し訳ないんだもんもう先に生まれてすいませんって感じなんだから、うん、憧れのって感じで。そうでもエースでしょ、はい、でピッチャーで3番でしょ、はい、でキャプテン、はい、そこからじゃあ中学の時って、中学の時は、はい、でもいろんな選択肢あるけどやっぱり野球を。そうですね、中学の時はその公式のチームがありまして、シニアリーグなんですけど、すで公式の野球をやってましたね。それは女子なんですか？それも男の子と一緒なんで、うわ、もともとお兄ちゃんがいたシニアチームに入ってやったんですけど、やっぱり中学になるともう男の子とのなんか成長のスピードっていうのもどんどんなんか逆になるんですよね。前まで女の子の方が早かったのが男の子の方が早くなって、足とかももう勝てなくなるんですよ、速さ。あ、そうなんだ。はい、だからもうどんなに頑張ってもちょっと私は太刀打ちできなかったですね。はい、でもその時に同時にアミちゃんのこう可愛さとか美しさとか、はい、そしてこうやっぱりその野球を通して磨かれていったその素晴らしいまたスタイルで、はい、周りの人がもうドキドキこうときめいていったんじゃないの？いや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 、本当に友達があんまりいなかったですね、そのチームには。そんなわけないでしょ。そうだよ。いや、本当ですよ。そんなわけない。いやいやいや、基本的に喋ってくれないんですよ。嘘だ、嘘だ。そんなわけない。アミちゃん、キャッチボール、キャッチボール、俺とやるぜってやっぱダメでしょ。そうなりますよね。いやないんですよ、もう思春期真っ盛りなんで、うん、もう同世代は無理ですね、同い年はダメで、うん、先輩と後輩は全然喋ってくれるんですよ。で同級生の中に同じ中学校の男の子とかもいるんですけど、うん、中学校では喋るけど、うん、チーム内では喋ってくれないみたいな。それは何ですか、その起きて起きてっていうか、自分でこうそういう線を引いてたのかな。いやでもやっぱりね、私と喋ってると女子と喋ってるみたいな感じになっちゃうので、はい、
だからもう本当キャッチボールの相手を探すのに精一杯でしたね。嘘だよ、はい、俺がいたらなぁ。そう、ね、後輩としてね。そうそう、後輩として、後輩としてウド様がいたら、アミ先輩ってこう見て欲しかったなぁ。いや本当に俺も中学野球部だから、うん、でもそうそうそう、2年から行ってないんですよね。あら、俺じゃあ実質1年そう1年で、まあ俺がなんで行かなくなったかというと、下手くそすぎてもうなんか自分で諦めたんですよね。それは僕が入った時25人いたんですよ、同学年、はい、で2年になって1年生入ってきたら15人なんですよ、うん、で3年生が引退して新人生が始まる時に、まあ、1年生の方が10人少ないですからね、うん、で新しいメンバー発表されたら過半数が1年生だったんですよ。その時に僕25人中25番目ですよね。でもっと能力的にはもっと僕は下なわけですよ。で僕はその様を見た時にもう諦めようと、そしたらその時僕が立ち上がった時に志を共にしたもう2人いて、3人でそのずっかけトリオで俺たちもう練習行かないんでしょうかって言って、それでずっと家に帰らずその練習風景を見守るっていう、雨の日も風の日も雪の日も宮沢賢治みたいに、そう筋肉トレーニングの日も、そう3人こうやって見てね。そうそれで、そう最終的に3年まで在籍するんですよ。おお、すごい。で3年生の最後、この、まあ、同級生がこの試合負けたら最後引退だっていう時も、まあ、応援しに行ってヤジを飛ばしたりしてこう、まあ、なんとかこうバックアップしようと思って行ったんですよ、はい、そしたら残念ながら負けちゃって、帰ってきてみんなが同級生がスパイクの土を中学校で落としながら泣いてるんですよ。その時に俺も思わず胸が熱くなって泣いてたら、練習してないんですよ、泣けてくるのよ。え、なんで泣けるんですかそれで。俺たちだって雨の日も風の日も雪の日も見守ってきたのよ。親の気持ち的なね。そうそうそう、親の気持ち的な、俺たち、そう、そしたらキャプテンが俺のとこ来て、はい、同級生の鈴木、お前に泣くんではねえよその時に、あ、そりゃそうだって、ごもっともって言う、ごもっとも、頑張ってきた人が流す涙なんだって、あの時ね、はたと気がついちゃった。アミちゃんはそれやってるわけだから。あ、まあ、確かに、ね、一応、はい、全うはしました。すごいね、それくじけることはなかったの、うん、厳しいわけでしょ、だって男子とも一緒だし、はい、厳しかったですね。だから中学校2年生の時に、もともと女の子3人いたんですよ、同学年に、うんうん、いたんですけど、その2人はソフトと併用してやってたんで、うん、ソフトボールの方に、もう重きを置きたいってことでやめてしまって、はい、その時はもうやめたかったですね、うん、練習もやっぱり厳しいですし、うん、ちなみにソフトボールの方に行こうとは思わなかったんですか。ただ単に私の中学にソフトボール部がないっていう、もし地域にソフトボールのチームがあったら、はい、あっても多分野球がやりたかったのでやらなかったと思います。でもほんで公式ですか。はい、公式です。シニアリング、はい、公式、高級ってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。硬いですね、だからもう体中あざだらけで、体抜け止めたの。もう一発、もう一発っていう感じで全然グローブ使ってなかったっすよ。だからほら、体で止めるって言うじゃない、うん、だからもう、ね、前に落とせって言いますよね。そうそうそう、ね、俺なんか怖くてもう絶対もうガーって避けちゃうもん。避けてるのを見守ってたんですもんね。うん、そうそうそう、見守ってた。あー避けてるなー、あー、あー、いいな、いいなって、まあ、野球を全うしていって、はい、そこからどういう風にして芸能界に繋がっていくんですかね。それで、まあ、野球は中学校3年の時に引退して、うん、まあ、そのまま高校も、まあ、普通に通って、うん、で高校でもなんか部活やるのかなって思ったら、うん、まあ、入りたい部活も何もなく、うん、もう帰宅部っていう選択をして、うん、でその当時、まあ、いろいろ、まあ、プラプラ東京の高校だったんでプラプラ歩いてたら、うんうん、まあ、スカウトしていただいて。さすがだね、スカウトマン。僕ね、僕もよく原宿で、君面白い顔してるねってお笑いやらないって言われたでしょって、なんか天野くんがそういう話作ってね、うのちゃんもね、作ってねっていうか、うのちゃんも原宿でスカウトされたんですよね、お笑いでとか言って言うんだけど、ギャグでね。どういう風に声かけられるんですか。あ、でも本当になんか君いくつみたいな、だからもう本当、うん、なんか原手のナンパみたいな、そうそう、ね、君いくつなのみたいな、芸能界興味あるみたいな感じで名刺いただいてっていう、うん、それが浅井企画だった。あ、それはもう浅井企画ではなく前の事務所なんですけど、はい、やっぱさすがですね、その方お会いしたいな見る目ありますね。だってアミちゃんがいた、あ
あの子だと思ったわけでしょ。多分制服着てて身長も高かったんで、うん、もう目につきやすかったんでしょうね。いやでもかっちょよくて可愛くて やっぱり颯爽としてたんじゃない。やっぱり歩くとき。いやどうなんですかね。バットとグローブ持って歩いてた。いや歩いてない。歩いてないですか。本当に。帰宅部だから。帰宅部だからか。そっかそっか。その時は芸能界に興味あったんですか。その時がなんか本当たまたま芸能の方が多い高校に通ってて、だからもうそんな難しいというかなんかハードルが高くなかったんですよ。あ周り友達でも。みんなやってるし。あじゃあやろうかなみたいな、うん。多分憧れっていうのもあったと思うんですけど、でもなんか。そのちょっと芸能界怖いみたいなイメージも持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういうのもなく、うん、あ、まあ、みんなやってるしやってみようみたいな、はい、軽い気持ちで。あそれは、はい、じゃあそのタレントとしてってことですか。モデルさんとか。あでもその当時はやっぱり身長高かったんでモデルとかしたいなって思ったんですけど、うん、でもモデルやるなら何キロ痩せなきゃいけないよとか言われて、無理でした。痩せれなかった。ですよね。痩せてますけどね。痩せれないですよね。痩せるの難しい。痩せれなかったっていうのはこちらの二人のセリフですけど、アミちゃん、でもそういう事務所の人にそう言って言う、はい、じゃ痩せてねって言われて、はい、痩せなかったって言いますけど、はい、でもその後努力していってってことですか。あまあまあでもそんなに変わらないです今と、うん。でもこれだってモデルさんだってちょっと太いよねみたいな感じなので、なんですね、だから本当今のお仕事を見つけられてよかったなって思ってます。はい、もう健康体で。その健康体で芸能活動をしながら、はい、そこでこうあのアミちゃんとしては、はい、例えばスポーツのことに関する芸能をやりたいとか、はい、そういうことも思った。いやなかったですね。プロフィール特に特技野球って書いてましたけど、うん、もう書いてるだけでその野球売りにしようっていう気持ちもなかったですし、うん、その当時の神スイングって、うん、あの言っていただいた車の CM で、うん、そこから野球のお仕事が増えたりしました。スポーツ路線に行けるようになりましたね。そうなんだ、はい、あまりじゃあ野球をすっ声打ち出そうっていう気持ちはなかったですか、はい、全然なかったです。あよくでもプロフィールでそれで事務所の人がやっぱそういう話をこう、はい、繋げてくださったんだ。そうなんですかね。本当たまたまよかったね。だって、ね、たまたま、はい、野球だけにいやそう、あのだって、はい、ねえそういうふうになるもんかね、はい、だってあの時、はい、例えば CM も、うん、いろんな女性の方出てくるんですけど、うんみんな多分野球経験者の方だと思うんですよね、はい、そうですね。そうであの CM もオーディションだったので、うん、でもなんとなくオーディション受けた時にあ受かるなこれあで正直私のスイングが一番だなって思ったってこと思っちゃいました。まあそうですよねあのスイングだったら、うん、いやすごいスイングだからね、はい、やっぱり、はい、そう途中にこうなんでしょうあの私が好きな世代のあのときめく世代の女性の方も出てて、はい、うわやっぱりあのバッティングホームとか見てあこれやってる方だなっていうの分かるんですけど、その中でも例えばアミちゃんが神スイングで注目されるっていうのは、はい、よっぽどだね。あれはあの時は自分のあの自分のスイングでそういう風になったわけですよ、はい、誰かプロ野球関係者とかあの他の人がいてこう指導を受けてあのスイングをしたわけではないんですか。あでも基本的にはもうベースは自分のスイングで、かっこいい、はい、だって宇野さんもあの原辰徳監督が、はい、本当の神スイングだっつって、うん、あのスイングを褒めてくれたんですもんね。そうそのジャイアンツの試合前にちょっとお邪魔させていただいて、はい、もう火の打ちどころがないね、はい、言っていただいて、いい今あれ原監督のモノマネ、アミちゃん初めて聞いた原監督のモノマネ。いやつで原さんにそういうことを言っていただいたのもやっぱり今ねこうやって野球界でお仕事できてるきっかけでもあるかなと思います。そうだねすごいね、はい、だってちょっと野球やってきて、はい、原監督に その言葉をいただいてですよ、はい、お会いしてって どういう気持ちですか。あのもうだってねえ、はい、野球のスーパースターじゃないですか。そうですね野球界でのスーパースターなので、だから今本当不思議ですね。いろんな OB の方と仲良くさせていただいてて、あれみたいなテレビで見てた人だみたいな、まあ宇野さんももちろんそうなんですけど、テレビで見てた人が隣にいるなみたいな感覚です。すごい、はい、ちなみに誰が一番感動しましたか生で会ったプロ野球選手で、誰ですかね、まあ、本当、うん一番感動したってなるとやっぱり長嶋茂雄さん。うわやっぱりもうなんか雰囲気とかまとってるオーラっていうのは
もう別格でしたね。本当神に近い存在って思っちゃいました。初めてすごかったです。一番親しみやすい、安いのは中畑清さんですけど。絶好調。中畑さん優しい。面白いもんね。また一番優しいです。もう本当に俺も中畑さんをお会いしたことがあるんですけどめちゃくちゃ優しくて面白い。あのままなんですよ。あのままでもずっと元気で、そう、うーちゃん元気だねって言って、中畑さんの元気じゃないですか。思うもんね。なんかでも本当ウドさんみたいな、野球界のウドさん。そんなに謝るんですか。そんなに謝るんですか。そういうことじゃなくて、逆にもう元気で、あの絶好調、絶好調でごめんね、絶好調でごめんね、今日も絶好調なのごめんね。たまには不調になりたいんだけど、絶好調でごめんねってどういうことなんだよ。合わせちゃったの。すごいよ。だって本当に野球関係者の人も、もちろんスポーツ関係者の人も多いと思いますけど、はい、でもいろんな球団の、はい、だって始球式も出られて、はい、今そうですね、あの12球団中10球団、あ、はい、あと2球団は制覇させていただいて、あと2球団、はい、カープと巨人が、カープ、カープと巨人、そうなんですよ。監督お願いしますよ。監督なべつね。何やってんですか。すごいね。また呼び捨てやめてください。投げれなくなっちゃうね。すいません。そうです、そうですね。すいません。なべつねさん、渡辺さん、お願いします。ねえ、そうですよね。誰かカープの方でお知り合いの方いませんか。こいつが広島出身なんですよ。でカープファンで、ゆかりが、あの川口義和さんの娘さんと小学校の 1年生1学期まで同じ学校でした。あー短い。川口義和さんで FA で巨人行っちゃったんですよ。その時に川口義和はあのサッカーの方だから、あのサウスポーの川口あの和和久、あ、FA でジャイアンツ行った。うわごめんなさい。あ、みんな何のために呼ばれたんだよ俺。俺も今ね野球詳しいで呼ばれたのに。川口義和さんって聞いて俺もあれおかしいやった。そっか、マリナスのキーパーだそれ。そうだよね。そうそうそう。神セーブのね、神セーブの川口さんね。和久さんの娘さんと、小学校の1学期まで、1年生1学期まで同じ学校だった。絶対覚えてないよ、お前のことなんか。1年生1学期 FA でジャイアンツ行っちゃったんすよ。でも広島にはね、そのパイプが癒着ね。うん、いやもう本当ぜひお願いします。言っときます。できないだろ、できないだろ。松田オーナーに言っとく。あ、よろしくお願いします。お願いします。楽しみだな来シーズン。でもきっと夢叶うんじゃないでしょうか。いやそうですね、やっと楽しみです、ね、ちなみにその始球式って、まあ、僕、はい、もちろんやったことないんですけど、まあ、稲村さん結構されてるわけじゃないですか、はい、緊張するもんなんですか。いやもうしますね。頭の中がもう真っ白になっちゃって、どんなに練習を重ねてもやっぱりちゃんと投げ込んだりはしてないので、うん、練習したと言っても、うん、自信のなさから緊張が、ね、なるほど。ブルペンでどのぐらい投げるんですか。ブルペンだと、まあ、その当日は50球ぐらい。結構投げますね。投げて、でその前日とかも多分100球ぐらい投げ込んで、けどもうそれだけじゃ足りないんですよ、毎日練習しないと。でもやっぱり始球式だけでね、ご飯は食べていけないんで。肩上がります。肩上がります。上がりますか、はい、おい20代だぞお前。してんだよお前。100球と50球投げて肩上がるか。プロの方だから、うん、プロの方だから本当。はい、僕はもう上がんないですよ。もう今上がんないの。はい、上がんない。お前まで若いだろ。30代だろ。40肩50肩ってなんだけど。そうっすね、すいません、ね、いや俺も始球式やったことありますけど、はい、緊張しますよね。緊張します。え、何戦でやったんですか。あ、ごめん、今東急沿線。いやいやいや、大喜利やってなかった。そんなボケしてないです。僕はね、日本ハムですね。東京ドームの時ですか。そう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 。あ、じゃあだいぶ前の。うん、すごい。そう、でもね、あの時、そう、でも緊張しましたね。で西崎さんにご指導いただいてやったんですけどね、はい、その時にもう感動してね。でだからすごい、だから、はあ、でもだから本番は西崎さんに恥かかしちゃいけないなって思いながらこうやったんですけどね。何どうなったか覚えてない、ないんですよ。緊張してた、うん、消える魔球みたいな感じのイメージで、どこ行ったか分かんないみたいな。そう消えてたね、記憶が。そっちの消えるなんですね。そう記憶から消える魔球。ちなみにお父様、西崎幸宏さんの娘さんめちゃくちゃ美人らしいです。あ
どうかよろしくお願いします。よろしくお願いしますけど、すごい。なんかグラビアとかやられてますもんね。はい、そうです。めちゃくちゃ綺麗なのよ。よく知ってますね。僕もめっちゃプロ野球好きで、それこそ事務所からもファイターズの、ファームの MC の仕事もらったりとか、はい。だからやっと今日もレジェンドに会えてよかったなって本当に。でチャスさんですね。あ、チャスさんです。DJ チャスさん、すげえ。お世話になってます。言って伝えておきます。あとカビにもじゃあよろしくお伝えておきます。伝えておきます。いいね、いろいろつながりがあって。ごめんなさい、でも嫁がいるんですいません。そこまで言ってないんだよ。全然誰もそういう話じゃないんだよ。稲村さんごめんなさい。すいません。内容は振られちゃいましたけど今の気持ちとは。いやなんか悔しいです。そうだよ。亜美ちゃん全然って話をしてくれてんだから野球のことで。そもそもなんで浅い企画なんですか。そうですね。まあ前の事務所にいて、まあどこかね入らせていただける事務所ないかなって探してたら浅い企画さんにたどり着きまして、まあ本当ご縁で。入らせてもらいました。そうなんです、はい、もういやでもね、いい事務所ですよね。嬉しい。アミちゃんがそう言ってくれるから、いい事務所にますます思えるもん。なんかあ、だってアミちゃん来てくれてめちゃくちゃもう歓喜に沸いたよ。事務所が。そんなことないですよ。いや俺大興奮じゃん。うわー、アミちゃん、アミちゃん、アミちゃんって思うじゃん。うわー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 って神スイング、いや、アミちゃん、アミちゃん、アミスイング、うわーって思うじゃん。嬉しい。いきますよ。はい。皆さん、何でもかんでも謝るのやめてください。あ、好きな動物は何ですか？出直してきてください。よく通ったよ。通った通った。ラズベリー。うん。美味しいです。美味しいです。うん、かわいいです。やっと食べた。よかったな。癒される。清らかに吹く藤井風。そよぐ音楽。微笑んでいる。癒される。清らかに吹く藤井風。そよぐ音楽。微笑んでいる。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今月の視聴者プレゼントはショッピング専門チャンネル QVC で人気の QB デュオ、スマホの画像動画をバックアップ5名様にプレゼント。スマホを充電しながらあなたの大切な写真や動画をバックアップできる優れもの。インターネットへの接続はいりません。64GB のマイクロ SD カード付きだよ。当選は発送をもって発表させていただきます。ご応募お待ちしてます。